阪神選手、岡田監督とはほとんど喋らない。コミュニケーションって無駄やったんやな。調整は選手に任せて采配だけしとけば優勝できることが証明された。コミュニケーション取ったところで、能力上がるわけちゃうしな。立浪みたいにネチネチ言うよりだいぶええやろな。安藤投手コーチすら何言ってるかわからんレベルやからな、そらもうあれよ。それはヘッドコーチの仕事や。ホーステでヒロドが言ってたけど、取材で選手名を出して新聞に書かせて伝えるらしい。新聞もネット記事も読まない選手だって結構おるやろうに。ネット記事で会話する方式やぞ。若いチームだから監督にはあまり動かんおじいちゃんがあってたってことだな。先生みたいにああしろこうしろと率先して動くタイプだと逆効果になってたってことだ。話しても意味わからんし自発的に話そうとは思わんやろ。具体的な指示は各コーチと話すんちゃうか。いちいち絡んできてめんどくさいこと言われる上司より、一定の距離を置いてくれる上司のがやりやすい。矢野も解説で言ってたな。岡田さんとほとんど喋ってないと、選手を信頼して任せてくれるとかなんとか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。